見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日もですね、新たな2021年を迎えるためにで、ゼロポイントフィールドシリーズですね、1から6までのお話がある中の今日は最後6個目のお話に入っていきます。今までの感覚どうでしょうか。では早速に画面の共有に入ります。こちら、新たな2021年を迎えるためにゼロポイントフィールドの感覚の今日は6個目に入ってきます。ゼロポイントフィールドから見ること、それがそのまま全ては一つですよの境地です。で、それがそのままお釈迦様の言う悟りの境地ですよということですね。で、そのお釈迦様はね、2600年も前にそこを見てきたと。で、それが世の中こうなってるんですよということを般若心経をね、紐解いていくと、どん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 そちらの世界見えてきます。では、その全ては一つであり、ゼロポイントフィールドの感覚、どんな感じなのでしょうかというので、こちらも同じですね。前回この6個の話 したんですけども、この6個目、今日入ってきます。それが、人間の意識には、人を癒したり、世界を癒したり、私たちがそれにこうあってほしいと思う姿に変えるという信じられない力があるというふうに、マクタガドさんのところでですね、おっしゃっています。で、そもそも、じゃあ癒しって何かというと、あなた自身の意識の振動数がですね、こう周波数が高まることです。癒しイコール周波数が高まること。具体的には、例えば、温泉行って、うわー、癒されたとか、なんか辛い時にね、そばにいてもらって、すごくこう癒されたとか、神社に行って、こう、すごくこう癒されたというのがあります。この温泉に行って、ちょっと日頃ね、疲れてるっていう周波数から、和らいだっていう周波数に引き上がるみたいな。つまり、意識が上がると、バイオフォトンの振動数が上がる。辛かった時に寄り添ってもらって、こちらをね、ねぎらってくれたとか、思いをかけてくれた。そうすると辛いっていう周波数から、この寄り添いの愛がかかって、その辛いが、振動数が上がるという感じです。で、例えば、神社に行くっていう件なんですけども、この、私たちがね、この心臓動いてますと。そうすると、いつもゼロポイントフィールド側から必ず生命への生かそう、生かそう、生かそうっていう振動数が働いてます。周波数が働いてます。エネルギーが。ですが、何かこう、社会通念とか観念とか思い込みとか人のせいとかって思ってると、これがゼロポイントからもらってるってことに気づかずに、つい目先のことでこう悩んでしまうとのがあります。で、この時にこう神社に行きますと。ついとこう神社に行きますと。その時にすっきりしますという感覚を得る人もいると思うんですが、そうすると、この神社によって癒されたっていうよりは、自分のゼロポイントフィールド側本質の周波数と神社の周波数が合う。だからそもそも神社の周波数は自分の中にそもそも存在してるんですね。で、神社に入ることによってスーッとこう感覚がつながるような感じになってくるというふうに、癒しっていうのはあなた自身の本来の振動数を奏でている時です。温泉入って癒された、疲れが癒された、辛い感情が癒されたっていうのは、本来の振動数が内側から出てきた時に、外側の辛いに、本来の振動数がかかると辛いが引き上がるというように捉えていただければと思います。温泉で癒された、神社で癒された、映画を見て癒されたみたいな。のこの癒しっていうのは、ゼロポイントフィールド側の本来のあなた自身の周波数ですよと。だから外にあるわけではなくて、癒しは内側から湧き上がるものですね。あなた自身が日々癒されたっていう感覚を思い出すこと。癒しは内側から湧き上がってきます。誰かに癒されたわけじゃなくて、内側から湧いてきます。そしてもし、あなたがね、この、誰か
カウンセリングさせてもらうとか、でおかげさまで癒されましたってこう言われた時にですね、 ありがとうございますとまずお礼を言って、そしてそれがあなたの本来の振動数ですよと、であなたの内側が表にこう出てきてると、あなたの中空っぽでこちら側から癒してあげたわけでは全くなくて、そのお相手の中の本質が表に出てきただけですよというふうにお伝えする。そうすると依存を作らず、お相手の魂の成長を見守ると、お相手が本質のままで生きるということになってきます。で、開花のトレーナーさんは本当にこの自立というか、この誰か癒して助けてっていう依存ではないんですね。自分の内側が全部ゼロポイントで素晴らしい、そこをひたすらひたすらひたすらこうやってですね、感謝が自分褒めを自らが書き、それで周波数をですね、整えることによって現象がどんどん整ってくると。で、どん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 この感謝のじわじわ感がこう出てくるんですね。で、そこでいると、このいつも自分が自分を癒すような感じなので、全く開花がやってるわけでも、村松がやってるわけでも何でもなくて、そのお人のお相手の中心からそれが溢れてるということに気づいてくることなんですね。癒しっていうのは周波数が高まることです。そしてそれは外側から癒されたわけではなくて、あなたの内側のゼロポイントフィールドがこの外側と響き合う、共振し合って表にこう溢れ出て、自分で顕在的に理解できるとか、辛い周波数に内側がの高い振動数がかかって辛いが引き上がるという時です。癒しっていうのはそもそも あなたの内側に存在しています。外にあるわけではなくて、外と共振しているということで、まとめると癒しはそもそもあなたの内側にありますよと。ゼロポイントフィールドがあなたの癒しですと。だから外から癒されるわけではなくて、内側にあるんだ、で内側にあるっていう響きを感じられるように、例えば温泉に入るとかね、あの自然の中に入るとかいう感覚ですね。外に求めよう、外に求めようと、もう枯れたから外に癒し求めようとすると、ずっとこの枯れたままになってしまうのでですね、まあ私もその時期ずっと長かったんですが、外に求めるのではなくて、自分の内側で自分の居心地のいい感覚を、いつも職場においても家庭においても、その居心地のいい場を自らが作ると。で、自分が癒されている状態を響かせていると、あなたとそばにいる方々もどんどん癒しが起こってきます。そのようにしてですね、そういう人たちが家庭の中にいると、その家庭がどんどん平和癒しになっていって、職場がどんどん平和癒しになってきますと。そういう世界がですね、広がっていくことが、そのまま地球の平和へとつながっていきます。あなたが自分自身の本質のままで存在すると。ゼロポイントを響かせると。大丈夫だよとか、ありがとうとかっていうところですね。その響きを大切にしていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。